底辺はね、タケノコご飯を作ったんですよ。うん。タケノコたっぷり入れてね。あの、タケノコご飯ってさ、なんかタケノコがさ、なんかあの、消しゴムのカスみたいなのしか入ってないじゃん。それやで、自分でね、こんなに入れたんですよ。友達の庭に生えてるね、タケノコをね、こねてきて。うん。ビジュアルはいいんだけどね、あの、水の分量間違えたのかな、それとも米がね、2年前のだからかもしれないけどね、炊けてないんですよ、全然。なんかパッサパサなの食ったけど。うん。再加熱したけどダメで、すごいのパッサパサで。なんかね、芯が残ってるっていうかね、あの、半分ぐらいしか炊けてなくて、タケノコはうまいですよ、これ。うん。うん。美味しい。米がね、残念ですところね。雑炊にします。あ、雑炊。底辺はね、炊き込みご飯も作れない。うん。まさに底辺。人生の負け犬。はい。底辺復活。ね。もうどうしてもね、芯が残って食わねえから、なんかリカバリーの方法ねえかなと思ってネットで調べたら、水をね、150cc ぐらい、この縁にね、ダーって入れて、炊き直すっていう方法がね、リカバリーする方法らしくて、それをね、2回ほどやったんですよ。そしたらね、復活しました。ほら、芯がないでしょ？普通に食えます。めっちゃ美味しいっす。やった！ゴール底辺じゃない。やった。